どうも皆さんごきげんよう、ハンクと申します。本日もご視聴ありがとうということで、今回ね、ツイッターでねちょっと前に流行ってたひなぎと、見切り反撃負荷、っていうやつですかね。はい、それの組み合わせをねまだやってなかったので試していこうと思います。今回実験台になるキャラなんですけども、皆さん大好きリーフこと葉っぱでございます。いやー、このキャラねすり抜けで10突となったものの、まあそこそこステータスが高くて使いやすいんですよ。で、今回のこう注目の剣がまずひなぎですよね。自分敵ともに反撃負荷で、 B スキルに戦闘中自分が受けている反撃負荷を無効にしますよという感じ。要するに、こっちから仕掛けた時は一方的に殴ると。で、相手から、攻撃してきた時ね、あのひなぎついてたらこっちは返せないんですけども、反撃負荷を無効ということで返すことができるんですよね。いや知らんけどね、うん、まだやってないんで、うん、できるらしいんでね、今回それやってみたいと思います。スキル構成ね、ちょっとあまりにも適当にちょっとね、スキル組んできたんですけども、なんとなく疾風陣雷で、なんとなく鬼神系をつけてきました。うん。で、まあ、銃剣つけてますんで、まあ、なんとなく早いんでね、銃剣つけております。で、とりあえず、攻撃の支援つけているということなんで、とりあえずね、試してみましょう。もしかしたらね、S の全員、変えるかもしれないですけどね。はい、それでは。やっていきましょう。はい、やっていきましょう。まずはこんな感じのパーティーと当たりましたんで勝負していきましょう。ミルラム突、エフラムが10突、ルフレ10突、総選挙ヘクトル10突という感じ。勝てるかこれ。はい。とりあえず、じゃあ、わかったわ。はい、進軍していきましょう。陣取ろう。まずは防御力はもらっていくスタイルや。こっち行く。はい、歌い切るわ。こんな感じでいいかね。はい、オッケー。おそらくエフラムがこれ突っ込んでくるだろう。はい、ね、これね、めんどくさいな。扇体型持ちやな。はい、じゃあ応援をかけの始めましょう。ここでねー、アクアをセッティング。行こう。歌い切るわ。はい。うん。一応なんかなんとなくバフはいっぱいかけといた。おさらいなんですけども、ひなぎというのは相手から攻撃食らった時に反撃ができない。それを無効にするために B スキルをつけている。そんな感じですね。見ていきましょう。はい。さあ、エフラム来るでしょうか。来ますね。おっ。いけ、強え、強えぞこれ。ほい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 、ちゃんとひなぎで返せてますね。これは仕上がってます。はい、オッケー。もうとりあえずね、どん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 バフかけて、ちょっとどんどんおびき寄せましょう。ミルラ来いよ。え、なんか来た。ええ、ジュース、えいたずら、このくらい。強行の奇策許さんぞ。はい、仕切り直しといきましょう。スリーズが無突、アイク10突で、ルフレが10突、スルト10突。このスルトを倒せるかっていうのが問題ですよね。行こう。冬を祝います。はい、残念ながらね、あの守備体系をね持ってるんでね、どうしようもないんですよね。はい、どうしようかな。始めましょう。はい、次あたりで戦闘ですね。はい、アイクか。アイクを受けていきましょう。歌い切るわ。はい、うん、まあ速さがちょっと下がってるけど、まあまあまあいいでしょう。はい、さあ行きましょう。うん、モリモリで来るね。おお、まあまあ。まあ実質互角の戦いですね、これは。はいはい。オーケーオーケー。早いな、こいつ。早いんよな。はい。
こうして、お？強いぞ。はい。こっちから殴っていく、踊っていく、殴る。強すぎる。やっぱりリーフは強い。いやいやいや、無駄に人雷発動してしまったよ。ターン終了しようか。全くもって無駄な人雷やったな、今。オッケーオッケー。うわ、嫌なポジションに来たな、これ。どうすんね、これ。うわ、めんど。うわ、めちゃめちゃめんどいとこ来たな、これ。始めましょう。これ下がるだけでいけるかな？なんかファに飛んできそうな気するんやけどな。お祭り、お祭り。あなたの策は？踊って殴りに行ってもよかったんか。まあいいや、ターン終了します。さあ来いよ。まあルフレが来るんかな？何が来るこれ。ルフレ、もう俺は負けないぞ。はい、ライナス1突、フィオロム3突、漆黒8突、シーマ10突と。漆黒8突。これは、やばいな。かっこいい。うん、とりあえずじゃあ進軍していこう。寒さに負けずに、こっちから行こうか。はい、もうこんな感じで。はい。じゃあ、ライナスから受けていきましょうか。行こう。はい。まあまあ、ライナスなら余裕でしょう。はい。受けていきましょう。さあ来い。お、強いわ、これ。はい。これ、反撃負荷とかそういう問題でもないな。普通に強いってだけだね。はい。ライナス倒します。はい。オッケー、オッケー。さて、これはね、フィオルムを、あえてこっちから受けていってもいいんやけど、いや、やめておこう。それはやめよう。ダメダメ。はい。オッケーオッケー。あ、いいとこ来たね、これ。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？ほら。これは強いやろ。これは強いと言ってもいいぐらい強いやろ。オッケー、一方的に殴っていく。はい、人雷発動、殴る。強い。これよ、これ。これを見せたかったんよ。はいはいはい、オッケーです。始めましょう。もう、なんか、突っ込んじゃう？突っ込むのはどうなんやろな。あんまり良くない気がするね。とりあえずね。あ、一歩しか歩いてこないのか。なるほど、なるほど。こっち行くな。それならもう一旦待ちますか。はい。あ、そこ行く。あ、そっち行っちゃう。分かったわ。じゃあ、こうして、うん、こう。はい。あ、オッケー、オッケー。いいとこ来たね。オッケー。あなたの策は？22ね。はい。叩きます。はいはいはい。で？で？くそ、漆黒早えな。銃剣発動しないのかよ。あー、怖いな、これ。ここで一旦耐えるか。それしか方法ないよな。寒さに負けずに、歌い切るわ。行こう。これはね、なんか危ない気がするんよな。まあ、いけるかな。いっとくか。叩いておこう。はい。まだ黒月光は発動しないんや。大丈夫や。これで返しで。オーケー。オーケー。オーケー。強い。めちゃめちゃ強い。はい。はい、オッケーです。いや、これ強いやろ、マジで。いや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 。ほぼね、なんだろう、相手の攻撃を受けずに倒していった感じがすごいします。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、ひなぎと見切り反撃負荷の組み合わせを、使ってみた感想なんですけども、なかなか強い。疾風陣雷とかね、鬼神とかをね、うまいこと合わせていくとね、まさに無双状態ですね。
で、まあ、今回リーフで試してみたんですけどね、もっと他にいいキャラがいるかもしれないんですけどもね、これをうまいこと使って立ち回っていけば、もうベロニカも、その反撃負荷を継承した、あの、幻惑ですね。ああいうね、杖たちにも反撃で倒していける。これね、おそらく、次の時代の、まあ、スキルじゃないのかなと。いや、見切りね、今後どんどんなんかいろんなのが出てきそうな気がしますけども、今回見切り反撃負荷、かなり優秀なスキルだと思いました。そんな感じでございます。っていう感じで、今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。